申請が出たものの、受け取られないままになっているマイナンバーカードが。県内に一万六千枚ほどあることが分かりました。大分市によりますと。受け取られないまま市が保管しているマイナンバーカードは。二十日時点で七千三十五枚あります。最も古いもので。二千十九年七月に申請が出たカードもありました。 マイナンバーカードは1年間保管して受け取りがなかった場合、廃棄していましたが、コロナ禍に国が廃棄しないよう自治体に通知したことから、今も保管を続けているということです。このほか、別府市で4537枚、中津市で973枚、佐玉市で736枚などとなっていて、 OAB が集計したところ、県内では少なくともおよそ1万6000枚が未交付のままになっていることがわかりました。大分市では、受け取りに来ない人には個別に封書で知らせるなどの対応をしていて、カードを取りに来てほしいと呼びかけています。日本文理大学経営経済学部の長崎康介准教授は、 大事な個人情報が入ったカードが長い間、保管されたままになっているのは望ましいことではない、廃棄のマニュアルを検討し直すなど対応があっても良いのではと話しています。